どうも。今日は、2019年の8月の30日9時21分です。そんなダサい？いや、もういいでしょ。入れたいんだよね、ビンディ。おでこやめよう、なんで？目も反対派かよ。マジか。意外とみんなあれだね、堅実な感じなんだね。ここに入れようと思ってる、ここに。眉間？ここはダサくない？ここでしょ。ここに入れる。眉間はダサくないか。ビンディにしよう。目の下？あ、ここかわいいよね。ここかわいいよね。あー、シャムさん。この前、クンダリーニヨーガ。で、シャムさん、なんで来なかったの？公開クンダリーニヨーガやったんだけど、やばかったよ。シャムさんに来てほしかったのにな。おはよう。綺麗な目だな。クンダリーニ覚醒したんね。ちぎれる可能性あるね。おでこにピアス。ちょっと待って。見てた？あ、手離せなかったんだ。すごかったよ。第三の目のタトゥーをやめてビンディ入れるって感じかな。角みたいなピアスはやんない。こんな感じかな。こんな感じだね。こんな感じ。こんな感じ。俺は宝石のやつやろうと思ってるけど、こういうのやろうと思ってる。あ、そうなんだ。千正男？魔境に行ってないね。魔境じゃなかったね。もっと不思議な体験だったね。やってみよう。いや、綺麗な肌じゃないよ。もうおっさんだよ。いいじゃん。好きなことさせてよ。みんな心配してくれてんだね。顔面は後で後悔する。やるね。痛いだろうね。埋め込むんだよ。ぐじょ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 っつって。超痛いと思うよ。めちゃめちゃ痛いと思うね。深いしはつく。宗教か何かのために、宗教ではないけど、なんかこう第三の目覚醒したから、悟りを開いた証として、ビンディ入れようかなと思って。 顔面にタトゥー、ビンディここにタトゥー入れる予定だったんだけど、ピアスにしようと思って。ピアスにした。眉間にシワついたら神経質に見えて損する。 ビンディ入れましたよ、ビンディ。あ、そうなんだ。既婚女性の証なんだ。意外と賛否両論あるんだな。もうでも34ですでに働いてないわけだから、もういいだろう。もうどうせこのまま行くんだし、もうよくない？後悔するか？なんか耳にピアスみんな開けてるからいい理論じゃないの。やめた方がいい。なんで？つまんねえなあ。入れた方が面白いじゃん。大して痛くないんだ。ふわっちがなくなったらどうするの？
逆にどうしたらいいの？ふわっとなくなるの？マジか。昔インド行った時に瓶にかっこいいと思った。シャムさん見てたんだ。おはよう。昼過ぎだね。よっ、飯食ったからね。いや、そこで寝てんだ。協力はちゃんとしないとね。ミスケ、おはよう。瓶で入れるよ。配信は晩になる。猫前に負けたくないのはないよ。何、反対派の人は何？俺がさ、定食に就くと思ってんの？今さら。みゆさん、どうも。今さら俺が定食に就くと思ってんの？あ、何？俺の顔が好きってこと？ YouTube で配信もありだね。いや、第3の目のタトゥーを入れるのをやめて瓶に入れることでした。そうそうそう、したいことしようよ。これピアス開いてるよ、ほら。開いてる開いてる。見た目的に手の音、顔だからやめて。じゃあ入れる。じゃあ入れる。鼻高いかな。ビンディでも品あるじゃん。入れる。入れよ。だから顔は一生ものっつったって、もう34年これでやって飽きてるんだよ。ねえ、36年この顔に飽きてて入れたいっつってんだからいいじゃん。ダメなの？はいはい、ラピス、またね。外せないね、おでこは。一生もんだね。おでこは一生もん。もう、取り外しはできないね。バイトもできないね。跡が残る。まあ、跡残るだろうね。角じゃないね。ビンディだね。ピアスだね。ラピスすごい花火投げてくれたり、囲いっていうか、まあ、応援してくれてる。昔から見てる、ラピスは。な、開けない方がいい理由を書いてよ、じゃあ。なんで開けない方がいいのか。
空港の X 線でピーってなる なるんじゃん なんじゃないの、埋め込む感じかな。いやもう3月からずっと言ってるよ、5ヶ月悩んだ。最初はタトゥー入れようとしてたんだよ。後悔なんかないよ別に、この世に未練なんかないもん。痛いだろうね、めちゃめちゃ痛いだろうね。意外と反対派多いんだ。眉毛ダサくないか、目元とかかっこいいけどね、こことか、洗顔はしにくくなるだろうね、洗顔はしにくくなると思う、さあどんなの入れようかな、どんなの入れようかな、運命変わりそう？いいじゃん、運命変えようよ。運命変えよう。まあ開けてみてだよね。結構みんなあれだね、慎重派なんだね。そこがね結構びっくりしてるかな。角はね猫間が入れたいって言ってたね。これどれなんだろう、おでこのやつ、おでこのやつがどれかわかんねえな。この辺、こういうのよくない、記憶力あんま良くないですね僕は。日本人似合わないかな、印鑑かな、印鑑かな。かっこいいやつないかな、これいいな、このシリーズいいな。この辺か、この辺から選ぶ感じだって。下ピンもう塞いじゃったの、どれがいいかな、これいいね、いっぱいあるよ。開けた後何時ごろ配信するか分かんねえな。7号さん誰なの、
なんでそんな、あ、これかっこいい。これかっこいい。もうだって予約しちゃったの、俺。開けるよ。開けるのは確定。ブラックかっこいいな。ブラック良くない？ブラックありだな。黄色っぽいの。すげえな。パトランプみたいな。ほくろにしか見えない、確かに。こういうの入れたいんだよな。黒はほくろみたいになるか。え、これ良くない？え、これいいんだけど、これにしようかな。え、これめちゃめちゃ良くない？これかっこいいな。え、これめちゃめちゃいいんだけど。いいね。ラジオ配信もダメでしょ。痛い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 って言ってるだけでしょ。どうせ。あ、こういうタイプなんだ。残念。これは違うタイプ。これかっこいいのにな。あー、これダメなんだ。惜しいな。あれ、これじゃない？もしかして。わあ、これ良かったのにな。やだよ、痛い痛いっていうのやだよ。鼻はやだ。鼻に開けるのダサい。これかっこいいな。眉間眉間。ボンドでくっつければいい。知らない意味なんかないでしょ。いちいち意味とか考えなくていいでしょ。シンプルなこだわりは捨てろ。これいいけどな。これおしゃれじゃね？なるほどね。反対派が多くて草だな。マイクロダーマルだね。ああ、そうだね。ヒデよくやってたね、ビンディね。自分持ってる人好き。ね、面白いじゃんね。めちゃめちゃ痛いんだろうね。
見たことないよね。やってる人少ないんだろうね。意外と。わー、気持ち悪い。フォローありがとう。いってらっしゃい。おはよう。入れ墨最初入れようと思ったんだけどね。でももう瓶に入れようと思って。さっきの綺麗な水色、水色いいよね。ブルー系で揃えたいなとか思ってるけどね。そうだよね。せっかくやりたいことできる環境にいるのに、やりたいことやらなかったらアホだよね。黒も良かった。ヘナタトゥーとか剥がれるじゃん。染まってない透明がいい。透明ダイヤみたいなのダサくね。黄色はないかな。ブルーか黒かな。今日やる。ブルーか。おでこにピアスめちゃめちゃ痛いよ。青の透き通ったやつがいいね。いや、ネジを埋め込むの。で、くる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 ってやって、ここにネジを入れるの。オパールもいいね。オパールありだね。オパール俺もありだなと思ったね。麻酔はないね。いや、半年間は変えられないって言われた。要は皮膚の脂肪に埋め込む感じだから、ネジを回したらぐちゃぐちゃになっちゃうから、半年間変えないでって。最初につけるのを選ぶって感じだって。半年間変えられないね。麻酔なしだね。半年間はもう触れもしない。で、半年後からはもうくるくるくるってやるとネジが外れるんだって。くる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 。くっそ面白いじゃん。てめえこの野郎っつって、喧嘩すんのかこの野郎、表出ろって言いながらくり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 ってやるんだよ。てめえこの野郎、表出ろこの野郎っつって、くり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 っつって、めちゃめちゃ面白いでしょ。麻酔はない。ちゃんと選びたいね。半年過ぎたらその上の部分は変えられるね。なんだどこの野郎っつって、くりくりくり、てめえやんのかって言いながらくりくりする。 青ね。なえるよね。 それは絶対やってほしい。 じゃあ入れるしかないじゃん。 伏線じゃん。いや、痛いけど、まあ一生に一回だからやってみようかなと思って。怖いよな。縫ったりするのかな。いやー、増やす予定はないね。ここだけ、ここに以外は入れない。タトゥー、もともとおでこにタトゥー入れたかったんだけど、ピアスでいいやと思って。そうそう、ネジ穴が合えば何でも取り付けられるね。麻酔なし怖いよね。
でも反対意見が多いのがびっくりしたな。意外とみんな真面目。ブチブチって取れる。タトゥー入ってないね、俺は。一個も入ってない。今ね、もうすぐ10時。猫もいるよ。ネジを緩めるとライトつくやつ。ここ光んの。めちゃめちゃ面白いじゃん。あ、マイクロダーマル定着しないと汚くなるんだ。マジで？マイクロダーマルってそんなリスクあんの？マジで？麻酔、だって麻酔は病院じゃん。麻酔科医がいるの。マイクロダーマル失敗すると痛いんだ。どんな感じになるんだろう。どんな感じなんだろう、マイクロダーマの失敗って、分かんねえな。失敗例が出てこないな、あとは残るだろうね、一回入れたら。それは残るでしょ。冠婚葬祭俺断ってる全部。医療ステンレスだよ。多分。家族いない。なんで冠婚葬祭とかだって。断るでしょ、気持ち悪い。宗教でしょ、俺無宗教だからやらない。あなたは妙子さんのことを一生愛しますか？愛します。あなたは伊藤君のことを一生愛しますか？愛します。バカでしょ。ピアスしまくるのは良くないかなと思ってて、ワンポイントで入れたいんだよね。なんかもうぐちゃぐちゃになってる人とかいるじゃん。ああいうのではないんだよ、下はね。スプリットターンは興味あるんだよね、便所さんの、目のねタトゥーをやめてピアスにした。普通宗教とかそんなん考えていかない。俺は考えるんだよ、お前は考えないんだろ、バカだから、お前はバカだから宗教儀式なのに、結婚式とか宗教儀式なのに宗教のこと考えねえんだろ。俺は考えてんの、だから行かないの、無宗教だから。バカすぎるだろ、無能が。スプリット弾っていうのは下が割れてるやつ、先が蛇みたいになってるやつ。
目の横ここいいよね。耳、左耳だけなのよ、ピアスは。ここだけ。目の下に炭入れてる。あ、入れてるね。味覚はおかしくなんないんじゃないの？と思うけど。かっこいいよね。アイテムゼロ、アイテムゼロ、うるせえな。ずっとゼロだよ。いつかお前花火師、でっけえ花火師掴んでやるからな。黙って見とけ。スクランパー？はい、ワードツ。うるせえな。アイテムないから何なんだよ。ほっとけよ、バカ野郎。はい、わざつ。泣きぼくろ。なんかね、ピアスもね、ボディピアスっていろいろ種類があるんだよ。埋め込むタイプとか。花火と猫魔どっちが好き？いや、猫魔だよ。あ、俺？無職じゃない、アーティスト。
プリット弾とかやりそうだよね。この BGM どうやってエンドレスで流してるんですか？リピート再生リピート再生ですよ。みやびくん引退すんの？引退するんだ。家賃大丈夫っすか？ダメっすね。やばいっす。どこ行ったんだろうな、全然出てこねえんだけど。そのヘッドホンから何が聞こえてるの？俺の素敵なボイス。テロップはどうして流してるの？YouTube にアーカイブを残したくて流してる。死にたくならない、別に。はい、ワドツ。花火くれくれ言うのは配信じゃないっていうワドさんの考えはかっこいいと思う。え、だってそうじゃない？なんか花火くれくれとか言っても、なんかなんだろう、違うのかなっていう。親分さんになるみたいなね。だから引退する。へえ、親分になるんだ。それって言っていいの？親分って暴力団ってことでしょ？大丈夫なの？それ親分になるって言って。指定暴力団じゃないの？まあいいか。ピアスいいやつあるかな。いやー、ほんとだよね。花火くれる人いないんだよね。花火いいよな、羨ましいよな。いや、めっちゃ羨ましいわ。いいな、羨ましい。月50万も持ってんだ、すごいね。超大金持ちじゃん。いいなぁ、羨ましいなぁ。何なんだろうね。もっと魂を鍛えてから行かない、次は死にますよ。死ぬかもね。今日だね、ピアスは。
顔面ピアス、ピアス耳以外初めてなのに、耳いくつに開けたっけ？ 17 歳の時に開けたのかな。予約何時頃？昼過ぎっすね。疲れてるかな。なんか、クマが抜けないんだよね。クマが抜けない。ドリルっていうか、メスで切って、ブチュブチュって埋め込むんだって。ブチュブチュブチュって。口はなんか嫌だな、俺。この辺開けたくないね。嫌だ。月に90万収入あるんだ。すげえな。金持ちだね。骨には開けない。皮下脂肪に埋め込むタイプだって言ってたね。配信のためにではないかな。リスナーがリスナーのアンチするの、ワドさんはどう思ってるんですか？もう意味がわからないよね。なんか、バンド見に行って、バンドの隣の客ディスるみたいなことでしょ？ アリーナ席の田中さんどう思う？うわ、アリーナ席の田中すげえ嫌なやつだよねとかならないじゃん。なんかよくわかんねえような、なんか 何なんだみたいなね。猫もと一緒に行くよ。ランシロ聞こうぜ。ランシロいいね。猫も開けない。うさぎさん見せてください。うさぎさん、うさぎさん、はい、うさぎさん、ハクタクさんです。毛づくろいしてるね。モフモフ、ハクタクさん、ハクタクさん、ハクタクさんです。そうそう、結構大きいね。わかんない、知らない。どういう意味か、俺がつけた名前じゃないかわからん。ウサギがミモザ食ったって狂気だな。いや、猫間は開けないでしょ。ブラフマンっぽい。そう、ちょっとこのギターブラフマンっぽいね。でん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 、は、わかるかも。ギターがブラフっぽいね。臭くはないね、うさぎさん。いやー、すごいよ。懐いてくるよ。カゴから開けると顔スリスリしてくるよ。すげえかわいいよ。ハクタクさん。可愛いよね。超かわいい。あ、そうなんだ。何にもしてないと本気で思ってんの？ めちゃめちゃ頑張ってるけどね。文章もいた？ じゃあ似てるね。うちとそっくりだね。ハクタクさん非常食。頭いいんだ。文鳥かわいい。シャカとペコ。すげえかわいいよね。冷房ついてんのか、これ。
くよね。ああ、3月に亡くなっちゃったんだ、かわいそうに。今日何曜日だ？ああ、いいね。男の子か。引っ越したよ。金曜か、今日。金曜の10時だけど、仕事は？何もしなくて3食食べれて羨ましいとか言ってるけど、仕事は？みんな大丈夫？休みセーフ、夜勤セーフ。あ、94号答えろ。どうした？仕事は？仕事しながらみたいなの。働きなよ。お父さん作業しながら聞くね。ありがとう。花火はやだ。絶対やだ、花火。花火は絶対やだ。仕事しながら配信見てるってどんな職場なんだろう。すげえ自由だな。すげえな。配信見ることが仕事。病気だろ。鼻ね、もう曲がっちゃってんだよね。まっすぐなんないと思うね。アメリカ在住なので今夜です。ああ、夜なんだ。あ、口、もう輪っか変えたらね、良くなって収まったよ。ピアス、おでこだね。金持ちだから余裕なんだ。ああ、配送しながら、ああ、嬉しいね。ありがとう。あ、運転しながら聞いてくれてんだ。それは普通に嬉しいな。なんか運転しながら聞いてくれるのは結構、なんかこれ配信始めた時そういう人いたらいいなと思ってたから、なんかちょっと嬉しいね。ピアスは耳だけだね。まあ、主婦はセーフだね。開業税理士なんだ。主婦はセーフだね。鬼みたいにはしない。おでこ、ここに入れる。ここに埋め込むピアスを。おはよう、サラちゃん。いや、気持ち悪いよ。結構グロいよ。俺悩んだもん。あ、主婦になるんだ、おめでとう。結構グロいよ。見る。えっていうよ。きついぞ。いいのか、グロいぞ。見る。本当にグロいよ。これを埋め込むんだよ。やばくない？ これを埋め込むんだよ。で、この穴に脂肪がくっつくの。これ。グロいだろ。これをおでこに埋め込むの。ブチュ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 っつって。で、ここの出っ張りがおでこ。埋め込むの、これを。皮膚を切って。きついだろう。
完成形はだから簡単だって。完成形はなんかこういう感じだっつうの。完成形はこういう感じ。これ。見た目はこんな感じ。痛いだろうね。ピアス外したら、そうそう、これをくるくるくるって回すと穴があるっていう。完成形はこんな感じだね。超痛いだろうね。ブルーがいいよね、やっぱね。取り外しは半年後にくる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 ってこうやってくるくるって回したネジ。埋め込みだね。殴られたら殴った方も痛いだろうね。自分ではできない。だから、ね、半年間待ったら付け替え可能かな。好きなのにこうくるくる外せ。金属アレルギー大丈夫だね。病院っていうか、そういう施術をしてもらうところでやるね。ただ、もげるらしい。いやいや、今コメントであったけど、タオルとかでこうやって拭くと引っかかってブジュって取れるらしいよ。いくらかかるのか知らん。病院で聞く。1万ぐらいじゃん。ピアスだから。日本でできるよ。っていうか、今の日本人じゃん。麻酔ない。耐えれないかもしんない。シール貼っとこうか。いや、本当にもげるらしいよ。知らない？ MRT とか CT とか全然わかんない。大丈夫なんかな？大丈夫なんじゃないの？なんか怖いよね。石野はなんかツイッターやってるね、ずっとね。顔はだから叩いて拭くんだよ、こうやって。こうやって女子みたいにこうやって拭くんだよ。まあ、でっけえほくろだよな。金属製のでっけえほくろだよ。簡単に言ったら。間違いない。そーっと叩いて拭くの、こうやって。優しく優しく。114号さんのコメント読みます。ガンジー的な、インド的な、減らってる時かっこつけたがるやついるやな、わらわらわら。114号さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。面白いコメントありがとうございます。あ、そうなんだ。風水的な、風水っていうか、なんだろう。ね、面白かったね。114号さんのコメント、最高に面白かったね。面白いコメントは読み上げますんで。ビンディだね。ビンディピアス。あ、全然痛くないんだ。あ、引っ掛けた時痛いんだ。まあそうだろうね。
面白い人もいるんだね。うん、ピアスで花火爆投げされるかもしんないよ。夏休み終わる？うん、そうそう、インドのお土産のシールね。うん、あ、そうそう、毛を丸めてる設定でしょ。うん、114号コメント待ってるんだけど、面白いコメント早く書いてよねえ。みんな114号の面白いコメント待ってるけど、なんでコメント書かなくなっちゃったんだろう。みんな待ってるよね。114号さんどうしたの？あ、おはよう。114号さん、面白いコメントみんな待ってるけど、ガンジー的な、インド的な、減らってる時カッコつけたがるやつ、いるよな、わらわらわら。早く書いてくれよ、114号。まどちゃんの配信なかなか見れなくなるね、寂しい。 Bluetooth つけて授業中に聞くかつって、うん、いやそんな感じでしょ多分。インドのシールだね。めちゃめちゃ面白いよねコメント。大体アンチはこういう喋り方だからね。116号さん、そのコメントどんな顔して書いてるんですかねえ。114号のコメント待ってるよね。デコにピアスだね。ガンジーっていろいろめくれてきてるような、めくれてきてるっていうか、女大好きなんじゃなかったっけ、もともとめちゃめちゃ女好きなんだよね。うん、自分では開けないかな、怖いね。なんかそのまっすぐ開けないといけないから、ボディーピアスは結構あの人に開けてもらった方がいいらしいよ。あの猫間が失敗したじゃん、あれ見て危ねえなと思ったね。ニードルとかでちゃんとやんないとまっすぐ入らないし、猫もいっぱいバチンってやって失敗して自分でブチュブチュブチュってやってたもん。超怖えと思って。ピアスタジオだね。さすがに今のやつは無理だろう。ああ、偉人はね、声優、え、英雄色を好むか。医師免許いらないんじゃないの、わかんないけど、知らない、俺には何の関係もない、用心しとけよ、後ろにも目つけとった方がいいぞ。出た出た。虚しくねえのかよ、金曜日の朝10時半に、金曜日の朝10時半に用心しとけよ、後ろにも目つけとった方がええぞって。いくつだよほんと、いくつだよ、恥ずかしくねえのかよそれ書いてて。クレオパトラはフェラの天才、あ、そうなんだ、へえ。頭取ってるけな。しかもネットでだよ、みんなネットでだよ、インターネットで朝の10時23分に119号さん用心しとけよ、後ろにも目つけとった方がええぞ、大丈夫大丈夫大丈夫、やばくない？しかもタヌキで、いやもう大草原でしょ。
すごいよね。後頭部にもピアスつける。ネットで生きてるんだよ。しかも朝の10時24分、主婦が見てる時間帯ですよ。しかもタヌキで、ダサすぎるだろ。本当に。大丈夫かよ。終わりだな。終わりだな、本当。物騒だわ。物騒だわ。ある意味かっこいいよね。麻酔、あ、麻酔もあるんだ。麻酔ないって聞いたけどな。はい、こんにちは。世も末だよね。ワドさん大丈夫？これから3つ目の目つけるから後ろに目はいらない。そうだね、全てが見渡せるからね、うん、あ、いいね、比叡だね。巻き方を忘れちまったからな、つって。移住大法だっけ、あれかっこいいよね。ネットで生きてるのお前な。うわ、ツッコミうまいな。ツッコミうまいな、123号さん。ネットで生きてるのお前な。俺だった、俺だった。上手だね、ツッコミね。芸人になれるよ。うん。ねえ。間も抜群だったね。2分経ったね、そのツッコミ書くまでね。すごいね、123号さん。ネットで生きてんのお前ね。どんな顔で書いてんだろうね。おはよう。面白いね、面白いコメントいっぱいあるね。うまいな、ツッコミ。芸人さんなんじゃないの、プロの。こんなコメント、こんなツッコミなかなかできないよね。ああ、重度の自閉症って何層にいるんだろう。どうなんだろうね。ウケるよね。ツッコミうますぎてもう引くレベルだよ。笑うよね。あ、メガネ、そうだね、メガネかけてないね。目つき鋭い。あー、悟り開いたからでしょ、最近。あ、ありがとうございます。昨日ね、お坊ちゃまくんのネタ放り込んだものです。よろしく。124号さん、お坊ちゃまくんのネタ放り込んだものですってね。昨日の話いつまで引きずってんだよ、バカ野郎な。あ、昨日ちょっと受けたからってタヌキで、昨日の僕です。昨日、あの、話題広がったコメント書いた僕なんです。おはようございますって。恥ずかしいぞ、お前。いつまで引きずってんだよ、昨日のこと。いい加減にしろよ、本当に。しょうもない、本当に。どこでマウント取ろうとしてんの？周りに対して。僕です。僕です。いるよね、学校でもね。そういうやつね。もう1ヶ月も2ヶ月も前の話ね。ずっとしてるやついる。あ、ハゲいらっしゃい。あ、うわ。124号さん。昨日、お坊ちゃまくんのコメントで、笑い取った僕ですって言った、124号さんの次のコメント、いや、つまらぬすぎたからさ。何、つまらなすぎたから。じゃあ面白いこと言ってくれるってことですよね、124号さんね。うわー、楽しみだな。今から盛り上げてくれるって、みんな。124号さんが昨日笑いを取った124号さんが今からすっごい面白いコメント書くから、みんな期待してていいよ。次の124号さんのコメント期待ね、期待。
うわー楽しみだな。どんな面白いコメント書くんだろう。もう爆笑だろうね多分ね。次のコメント期待しますね。すっげえ面白い人なんだろうね。うわーどんな感じなんだろう。初見さんいらっしゃい。どうなんだろうね。こんだけ言うぐらいだからね。ねえ楽しみだね。どうなんだろうね。ギャグのセンスってどういうのがハイレベルなんだろう。の分かんない、うん、あーちなみにワドに OBS の使い方教えたのも俺ですよ。覚えてないかもな。覚えてません。残念でした。あのねちなみにね昨日の話題で言うとお坊ちゃまくんの話題振ったの俺だから、うん。で俺がお坊ちゃまくんの話題で家族で盛り上がってる時にただ割って入ってきただけだよこいつ。わかる。それで盛り上がって、もう盛り上がってなかったからさの後に次面白いコメント書くのかなって、ああそうなんだと思ったら、OBS の使い方教えたの俺だから。大丈夫かよ本当に。どういうこと。なんで張り合ってくんだよ。なんで張り合ってくんだよ。黙って見てろよ。もうマイクロダーマルあげると保護フィルム貼らない、週間剥がせない。あそうなんだ。あオッケーオッケー。ルンビーさんありがとう教えてくれて。ルンビーさん絶対マイクロダーマル入ってるでしょこれ。うん、やばいよね本当に。いやもうやばくない本当に。こんな朝っぱらから、うん、めちゃくちゃだよ本当に。負け惜しみコメント2回書いたかんね。いやマウント取ろうとしてくるやつ何なんだろうね本当に、うん、いや黙って見てろよって思わない、うん、今から第6層は遠い遠い。今第3層動物の世界でやってるから4層 4.5 から3まで落ちてきたから俺今。地味毛量の世界だからここ上がるの大変。6まで。ああそうね面白いね23号さんね。俺だよねやばいのね、うん、はいはいはい。やばいよね。やばいの見るの好きなんだよね。人の殺し方教えたの。あああなたですか。プレゼンテーション層とはネットワークにおけるプロ。長い長い長い。うん、うん、昨日配信を見たものです。いらっしゃい。富士山行けなかったね。うん富士山行きたかったな。なんかすごい雨大変だったらしいよね。行きたかったね。金ねえから行けなかったわ。超行きたかった。いや上がったり下がったりするもんだからね。猫も今日よく寝るな、うん、いやいや富士山めちゃめちゃ金かかるよ。バスの移動だけで往復で1万でしょ。2人で2万でしょ。で山小屋でしょ。あと装備持ってないから装備ある程度買わないといけないから2万ぐらいかかるでしょ。で飯とかなんかカップラーメン800円とかだったよ。猫も死んでんの。死んだのか。死んだのか。え寝てんじゃないの。死んだのか。本当に死んでんの。湿気すごい。雨降ってるからね。うん狭いね。でも今日ベッドが届くかな。今日か明日届くね。フレーム1万円で買ったから、うん、食べることに困るも何も俺ホームレス3回やってるからね、うん、今更感はあるよね。フレームね昨日スノコのフレームにしたね、うん、今日すごい。そうかな。寝るときにくっつかれると無理。俺寝るときくっついてるの可愛いなっていうタイプだね。
寝るときくっつくのよくない？なんか生活保護だったね。猫まとお母さん見ておかしいと思わない和道がおかしいと思う。うん、おかしい。目が痛いな、疲れてんな今日。金曜の朝の和道リスナー想像つく。お前もだからあのさ、これよく言う和道リスナーってとか言うやついるけど、この放送にもういる時点でお前もリスナーだから、なんで自分はリスナーじゃないと思うの。俺本当に意味が分かんなくて、この放送に来た時点で俺のリスナーだから、こかしすぎ、なんで自分だけは違うみたいな目線なんだろうね、そこがよくわかんないよね。自己主張は叱られるっていうか、生主やれよって思わない？なんかさ、あの和道さんおはよう、今からコンビニに行ってパン買ってくる、その後洗濯物を畳まなきゃ、和道さんおはよう、今から仕事行ってくるね、ああ雨降ってきた、洗濯物畳まなきゃ、早く行け早く行け、コメント書く暇があったらすぐ畳め、すぐ取り入れろ。なんなん？なんなん？息子を送り出すとか、仕事に行ってくるとか、洗濯物畳むとか、ツイッターでやれよ。ツイッターで、ツイッターでやらないって思わない？なんなんだろうね。知らねえよって、どこの誰だよっていうさ、どこの誰で何かもわからないんだよ、お母さんはねクソバイスはしないよ、お母さんクソバイスしない別バージョンするのも大変、コメントできなくなるってさ、それをタワクで書く、タワクで書いてスルーされた時どんなリアクションなのか見てみたくない？お前らのことだから、ね、頭平気ってお前らのことだから大丈夫かよってなるよスルーしよう徹底的に、どんな感じなのスルーされた時のお前らもう想像しただけで草生えるよね、あ、スルーに慣れてるんだ。スルーされるってことは面白くないって判断されてんだよ、生主に。それよく次書けるな、すげえな。普通に面白いコメント拾われるかな。あ、面白いコメント来たよ、みんな。130号さんのコメントです。頭にブルーハワイかかってるぞ、吹けよ、最後いいね、吹けよ、面白いな。
面白いコメントを拾っていきます。いいね、吹けよ。最後いいな、吹けよって言う。頭にブルーハワイかかってるぞの時点で滑ってるのに、追撃の不敬用でさらに滑るっていう。いや面白いでしょう。130号さんのコメントつまんないっていうのやめて、めちゃめちゃ面白いよ。誰が焙煎だよ、ワドだよ。不敬用いいね、最後の不敬用っていいね。ラーメンできたぞ、食えよみたいなね。パンツ洗ったぞ、履けよ。なんか最後のいいな。拭けよっていいね。なんか猫間がなんかすげえ面白いこと言ってて、なんかワドちゃんって、どうしたって、なんかね、お前の配信はだからつまんねえんだよみたいなこと書いてくるなんかアンチの人がいて、おおいるよねって。私その人のプロフィール欄見たの、配信者だったのその人、閲覧ゼロだったんだけどどう思うって言われた。これあるあるなの配信会って。まあ普通のリスナーさんだったらわかるけど、普通のリスナーさんってマウント取ったりしないのよ、配信者に対して。なんでかっていうと敵対構造になってないのよ。で大体、お前アイテムゼロかよ、お前閲覧100しかねえのかよ、大手じゃねえじゃん、過疎じゃんとか言ってるやつって大体ドカソ配信者の。これあるあるだよね、あるある。いや閲覧ゼロのくせにダメ出しとか、なんならそいつアイテム閲覧ゼロだからアイテムゼロだ、なんかね過疎なまぬしほどね突っかかってくるんだよね、すごいよね。あ、じゃあケイってやつね、そろそろ不正受給逮捕ってそろそろかな、どんな感じなんだろう、ちょっと見てみようか、みんなで、みんなで見てみよう。 K っていう人がちょうどアンチコメント書いてくれたから参考にしようぜ、参考に。どんな感じなんだろうね、 KK フォロワー5。なんか微妙だな。ツイッター見てみようか。ツイッター、ツイッター見てみようか。 K のよいしょ、コピーと、ちょっと待ってね、今ね K のツイッターみんなで見るよ。 K がアンチコメント書いてくれたから楽しみな。K じゃないんだ、タロなんだ。K じゃないんだね。フォロワー1、フォロワー誰、あ見れないんだ。 K なのかタロなのか気になるな。これ知ってた、これやりとり見れるんだよね。特になかったか。ああ、風船ありがとう、いいね、ありがとう。悔しいっていうか、多分なんだけど、なんだろう、なんかあれじゃん、俺は負けてねえっていうのを自分に言い聞かせるんだよ、俺は負けてねえぞみたいな。
ここは統一してほしいよね。まだ11時か。ああ、俺の不正受給で逮捕がやばいかどうか。多分ね、金曜日の10時44分に働きもしないで、俺の枠で俺の不正受給の逮捕を心配してる K の方がやばいと思う。客観的に見て。どっちがやばいか勝負する。不正受給逮捕やばくねって言ってる。朝10時45分にお前不正受給やばくね、普通にやばくないのって言ってるお前の方が客観的に見てやばいと思うよ、うん、ピアスまだ開けてないね。わかんないけど冷静に考えてお前の方がやばい。最近全然アイテム飛ばないね。バラバラ、うん、じゃあ経緯質問し、働いてる？正直正直ね、ここだけの話、誰にも言わない俺、約束する。男と男の約束。経緯働いてる？大丈夫、もう絶対言わないから、ここだけの秘密だから正直に話し合おう。働いてる？おでこにピアス開ける。働いてるよ。何で働いてんの？どんな仕事してんの？ケイは偉いね。働いてる？何の仕事してんの？いくつ？毎日じゃないんだよ。いや毎日かじゃないかどうか聞いてない。いいんだよ、いいんだよ。派遣社員かどうかなんて気にするなよ。そんなこと聞いてないよ。何、職種は何だって聞いてんだよ。職種だよ。毎日じゃないとか聞いてないから、なんで今自分で保険かけたんだよ。俺ら聞いてねえよ、毎日かどうかなんて。じゃあ月何回働いてんだよ。 OK、 話し合おう。誰にも言わないから、二人だけの秘密だから大丈夫。絶対漏れない、この情報。K、月何回働いてんだよ。K、月何回働いてんだよ。K、どうした？コメントが遅いよ。さっきまでポンポンコメント書いてたのにどうしたんだよ。怖いのか？わかるよ。でも向き合おう、向き合おう。月何回働いてんだよ、月何回働いてんだよ。どうしたんだよ。ニートじゃねえかよ。お前さ、なあ、言った通りだろ。みんな月5回6回しか働いてないんだよ。なあ、働いてるよって言って毎日じゃないけどで月5回6回人の不正受給逮捕がどうのこうの気にしてるって、お前1週間に1回か2回しか働いてねえじゃねえかよ。お前自分の心配しろよ、自分の心配。もっと働けよ。正直に無職って、まあでもまあスポット派遣で働いてお小遣い分ぐらい稼いでんならいいんじゃないの。日給500万円なわけないじゃん。なんか悲しくなってきたな。月
月5回か6回しか働いてないやつに俺逮捕心配されてるんだ。すげえ世界だな。俺仕事はしない。働いたら負けだと思わないよ。全然働いたら負けだと思わない。働きたくない。でもそこはシンプルだね。働いたら負けどころか、働いてるやつは偉いと思ってんの俺は。ただ俺自身が働きたくないってこと。ふわっちのアイテムとかで生活してる。月10日ぐらいしか仕事してないよ。月80ぐらいあるよ。聞いてない。19号さん。聞いてない聞いてない。誰も興味ないから。どうしたの急に。どうしたの19号さん。さっきはケイの話だから。さっきはケイの話したの。どうしたの19号さん。いきなり誰も質問してないのに月10日ぐらいしか仕事してないよ。でも月80ぐらいあるよ。どうした急に。何どうしたの。聞いてもらいたかったの。分かった、聞くよ。聞く聞く。19号さんいっぱい書いていいよ。聞く聞く。聞いてあげる。どうした。何が聞いてほしいんだよ19号さん。アピールしとかないとバカにされる、お前ハゲか19号。お前 J ハゲか、お前ハゲじゃん。お前月80万稼いでてもハゲじゃん。聞いてほしい。いいよアジサイさん。まあ一日8万になったらあるんだろうね。全然あるだろうね。精神世界結構面白いって言われたね。貯金7兆円あるんだ。へえ。は、俺別にだってハゲてるの自覚あるもん。全然自覚あるもん。全然もう満タイとね。どうも。飲食店で働くとご飯出るからいいですよ。ああ、飲食店長かったからね俺も。あれいいよね、まかない出るのね。金梅に長文で花火投げたら怒らせて、花火投げてすいませんでしたって言えってリスナーも出てこいみたいになってつらかった。おお、あのさ、あのちょっと、あのこれマジでちょっと業務連絡ね、これね、業務連絡ね。あのリアルマナー違反ね。今までは全部ネタでいじってきたけど、タバクで花火投げた話は普通にダメでしょ。うん、これあの本当のマナー違反だから、うん、ここで投げなくて、俺こんだけ頑張ってね、90分こんだけみんなを楽しませて100人200人相手にしてそこそこ時間暇つぶしさせてるのに、花火一発ももらえてないリアルな男に対して花火ネタはあかん。それはダメだ。うん、
それはダメ。それは怒られるわ。うん。そんだけ空気読めなかったら怒られるわ。それ、あの、他の人やらないもん。アンチもあかんっていうやつだから。それはダメだ。アジサイさん。あ、いいねー、わかってるねー。アジサイさんから花火いただきました。空気読めてるねー、ドンチキー。ありがとうございます。こういうね、高度なね。そう、俺はね、花火投げてもそんな。ありがとうございます、アジサイさん。よっ自爆したなっつって。まあどうなんだろうね、うん、いやでもそれは金梅さんのリップサービスだと思うよ。だってアジサイさんからしたらぶっちゃけた話嬉しかったでしょ。金梅さんにいじってもらえたっていうの。だからそれは金梅さんのいじりだよ、高度な、うん、おはようデミ。でもタイの漢字が NG なのはやばい、自覚あるのな。逮捕。いや、 NG ワードなんか何も入れてないよ俺。何にも入れてない NG ワード。だから多分ふわっちの基本のデフォルトの設定なんでしょ。なんかね、コカインもダメだって言ってたよ。コカインも NG ワード。あとなんだっけな、セックスとかチンコとか俺は設定してない、うん、あー、ガチで怒ってたんだ。マジで嫌いになった。それはね、ちょっとね、それはやだね。まあ文面読んでねえから何とも言えないけどね。まあまあ会うところでやればいいじゃん、アジサイさん。そのここで投げようみたいな、うん、うん、まあまあ先輩フォローしたけど、アジサイさんは結構ガチでキレてたっていうね、うん、セックスは大丈夫なんだ。マジ風大麻ダメなんだ、うん、コカインもダメだよね、うん、オメコはいけるのかなぞ。あ、フェラとかはダメなのかな、うん、いや花火は正義でしょ。え、それ普通じゃない？どんなに俺アンチコメント書いても花火投げるやつは正義だと思うよ、うん、逆に言ったら、あの、逆に言ったら、じゃあね、順位で言うとアンチコメントめちゃめちゃ書くけど花火投げる人、俺はこれ普通だと思ってんの。むしろマナーがいい方だと思ってんの。アンチコメント書くけど花火投げる。一番立ち悪いの何かっていうと、アイテム投げないのに囲いのふりしてるやつが一番うざくない？ここだけの話。どっちがうざい？みんな。だったら花火投げてアンチやってる方がいいでしょ？囲ってるふりのコメントしてて、アイテム投げないやつクソでしょ？みんなこれ正直どう？これ俺と同じ意見じゃない？ラピスはだってアイテム投げてんじゃん。だったらアンチコメでアイテム投げてる方がいいでしょ。一番うざいのは無課金の囲いだよ、うん、何 K さん投げてくれんの。いや同意だよね、うん、同意でしょ。アイテム投げてないのに何囲ってるふりしてんのってなるでしょ、うん、長時間いてくれるのありがたいと思うけど、それお前自分でブーメランだろ。124号が無課金だからだろ。違うの。一番うざいのはアイテム欲しがるお前。ああ、そうだったのか。ああ、くそー、そうか。ああ、いいカウンターパンチ持ってるじゃねえかよ。ちょっとタバコ吸ってくるわ。やってられっかよ。
投げてもいいから投げてあげようって、あのね、投げてもどうのこうの言う人で、投げる試しない。あのね、投げるやつは勝手に投げる、投げないやつは投げても、おーありがとうおばっす、投げてもいいですかっていう人はね、投げない。これもうね、そんなので引っかかるわけないじゃん。そう、ミースケは投げるよ。ミースケはもう洗脳されてるから、指パチンってやったらもう投げるから。知らなかった。俺は優しいから、ミースケが洗脳されてるとか雑談たぬきに書かれたくないから、指パッチンしないだけで、もう指鳴らすたびにミースケ投げるから、うん、よく見たらハゲてるね。よく見なくてもハゲてるよ。初めて投げたの？お前いい加減にしろよ。結構2年ぐらい見てて初めて投げたのかよ。しょうもねえな。アイテム投げない方が面白いっていう展開を与えてやってるんですよね。いや全然、普通にアイテム飛ばないだけ。普通に。ここのリスナーさん、優しい人とクズな人と極端なんだね。そう。そう。そうなの。で、優しい人がなんとか支えてきたんだけど、なんかね、最近不適されちゃって、優しい人みんないなくなっちゃって、クズな人ばっかりになっちゃったの。うん。ボンブロックした。うん。ボンブロックしたね。いや、もうなんかね、もう無理だと思う。おー、2発目バーガーありがとう。クズばっかりだよ。うん、今、花火師になったら、ぶっちぎりでトップになれるよ。びっくりするよ。この金額でナンバーワンになれるのっていうぐらい、ぶっちぎりでトップになれるよ。今、この100人、200人ぐらいの界隈で、一番マウント取れるよ。誰か花火師なってよ。ちょろいよ。今、本当にひどいなって。花火投げるとランキング入るの、リスナーさんも。だから、えって、本当に稼いでないんだっていうのがよくわかるよ。ボンブロックした。もう2週間ぐらい経つんだ。うん。余裕だよ。解放はもう配信やめたんじゃないの？ナンバーワンどこ行ったのか俺が聞きたいわ。うん。ナンバーワンどっか行ったわ。ネコマに食わせてもらってるって、ネコマ収入2万とかだよ。俺10万とかだよ。2人の所得合わせて12万ぐらいだよ。食わせてもらってねえわ。俺がおごってるわ。数は知らない。どこ行ったか。うん、いやー、でもさ、なんか、風船とかバーガーとかでマウント取られてみろよ。ぶっちゃけた話。いや、花火毎枠投げてるんだったら、あのマウントの取り方していいと思うけど、バーガーとか風船とか投げてて、あんだけマウント取られてみろよ。バカバカしくない？うん、あー、タヌキでコメント、あー、まあまあまあ。それはアジサイさんが普通に、あれでしょ、マナー守ってやってるからでしょ。うん。鮫島はバンだね。うん。ああ、それね。タヌキで、誰々っていう人どこ行ったんだろうって自分で書くパターンね。わかる。え、私書いてないよっていうね。自分のことが気になって、今、和道って私のこと覚えてるのかなっていうパターンでしょ。わかる。すげえわかる。ニコ生も多かったもん。バカなリスナーとか、葉っぱつけ忘れて、要は嫌よつけ忘れて、自分で書いてんの、自分のコメントで。私、自分の小手半のことを、あの人どう思ってるのとか言って、いや、お前じゃんつって。タヌキの方がやりやすいっつうか、俺はいつも言ってるけど、だからアイテムが飛ぶのを優先したいっていう感じだね。アイテムが飛んだら別に、キツネだろうが、タヌキだろうが、小手半だろうが、何でもいいっていうタイプだね。俺は、ほら、匿名慣れてるから。ニコ生出身だから。いやいや、だからラピスは花火投げてるから、うん、全然投げてるよ。全然投げてる。旅行してなかった？旅行じゃないよ。うん、
どうやったらアイテム飛ぶの？それ分かってるんだったらこの枠で飛んでるでしょ。アイテムどうやって飛ぶのか俺が知りてえわ。一番聞きてえの俺だよ。俺がなんでアイテム飛ぶ方法分かると思ったの？飛んでる？今教えてほしいよ。誰かテキスト俺にくれよ。マニュアル持ってんだろ。ピアスあげるよ。うん、アスピン一人だよ、うん、なあどうやったら飛ぶんだよ。いやーもうきついよ。昨日なんか8時間やって400円だよ。8時間やると延長代でさ700円だよ。なんで俺300円払って8時間喋って何やってんだろうだよね。持ってるの、俺一重全然猫間のスピン好きだよ、うん、ただあのメイクしてる猫間すごい好き。8月いくら行った？10万行ってないぐらいかな。延長代が2万、1万5千か。延長代が1万5千だから、ちょっと待って、あー10万ぐらいだね。10万ポッキリぐらい。働かないの。やりたいことあんすよね。いや本当にガチで上がんなくなったね。きついね。いや2ヶ月後ぐらいだったら月10万でもなんとかなんの。正直言うと猫間に3万食費渡してお母さんに5万払って8万でしょ。それで生活はできるから、タバコ代2万とかで10万でなんとかなるかもしんないけど、引っ越しの費用とか軽トラとかなんかなんだかんだとかで結構かかって、あと今月のその滞納の滞納ですね、部屋あの退去のお金とかかかるからマジで厳しいね、うん、おはよう、うん、セキララで素敵ですね。 ありがとう。サプリすごいね。サプリナンバーワンだね。いやサプリはすごい、うん、まあイケメンだしなサプリくんな。いや羨ましいよ正直。サプリな羨ましいよな。いいな閲覧いくら。サプリくんの10倍閲覧あっても収入100分の1以下なんだぜ。引くよな。あツバニャンがスポンサーなんだ。すげえな。サプリ見てて楽しいんだ。ふとリスナーがいる。ああまあそうだろうね。まあイケメン正義だよね。イケメンは正義だよな。仮想枠で60万ザラにいるでしょ。だってマンスリー100位以内とかってさ知らないやつばっかりだよ。マンスリーランキング見たことある？みんな。いやビビるよ結構。こんなき100万ポイント今いくらぐらいいるのか見てみようか。全然知名度とあの収入比例されてないかんね。見てみようか。マンスリーランキング、マンスリーランキング、この人600万でしょ。サプリくん600万。ゾメニティって知ってる？誰か400万。アンクル400万。マイカッチ390万。ユーカニャン。すごくない？全然知らない人ばっかりじゃん。ヨッサンがいくら？ヨッサン200万。水木200万。ワンワン、ワンワン200万も稼いでんだ。すげえな。あ、テルも結構稼いでんだな。100復活してんだな。すげえな。吉田とか聞いたことないもんね。あ、ゆいがさんも稼いでるね。まあ、慎吾さんとか金梅さん、日のんのあたりはわかるじゃん。わかんねえよな。エセアカも稼いでんだな。
だからよくわかんないよな。あ、聞いたことないのばっかりだもんな。マンスリーランキングなんかもう、あ、リナネコって今こんな感じなんだ。100位以下なんだ。あ、やっぱ彼氏ができるとダメなのかな。まあ、R さんとかクルちゃんとかわかるけどね。マヤコなんか聞いたことねえよな。誰だよ、マヤコって。すげえブスだよな。聞いたことある?マヤコって。すげえブスなのに。60万だよ。聞いたことねえよ。深夜ちょ、うなちゃんマンゴー結構稼いでんな。すごいよね。あうさこさんはまあわかるけど、リナネコはナイスで稼いでる。エセアカにキャラ似てる、100万ポンと出してくれんだ、すげえな。いいね。おでこね、入れ墨入れようと思ってたんだけど、まあピアスの方がいいかなと思って。まあでも半分は言ってるでしょ。半分は。ピアスの方が安いか高いかじゃなくて、まあピアスの上にタトゥーでもいいやと思って。100万ポイントが100万円じゃないね。俺の体感だと70万はもらってるはずなんだよね。ピアスめっちゃ痛いだろうね。いやなんか、いやこれ思い出してほしいんだけど、なんかのりこと付き合ってる時も、なんかのりこと別れたらすげえ伸びるみたいなこと言ってたじゃん。実際伸びなかったからね。絶対ないと思うよ。なんか何々だったら収入上がるっていう言うじゃん、リスナーって。あんま関係ないと思うよ。そうじゃなくて、普通に金持ちのリスナーに気に入られてバーンって上がったらバーンって上がるっていう仕組みだと思うよ。なんか周りの傾向を見てると、いや上がらないでしょ。いやそうそうそう、女いるいないっていうより自分自身の問題だと思うよ。だって別にエルマルちゃんとか上がってるじゃん。パルパルとかカップル配信やってても上がってるやつ上がってるからね。それでもまあ60万は稼いでるわけじゃん。だからあんまりね、カップルがどうだからっていうの関係ないと思うよ俺。ガチ恋勢なんかいないもん、もともとガチ恋勢なんか一人もいないよ。ミースケだけだよガチ恋勢は。なあミースケ、ずっとガチ恋勢だもんな。ふわっち全体やめてっつって。なあミースケ、ふわっち全体で爆投げしって何人ぐらいいるんだろう。5、6人じゃないの。そう、前面に別に出してないと思うけど。爆投げ師はキャスに湧くんだ今。なるほどね。猫まあそろそろ起きよう。猫まあ、猫まあピアス開けるんでしょ。今日よく寝るな。まあ、ミースケはおっさんみたいなもんだよ。